だけど収入源を10個作るチャンネル、今回はブログ記事1時間で3000文字書く爆速化テクニックということで、ブログ記事1時間で3000文字書けます。で、まあ別に早く書けばいいってもんではないです。リサーチしなきゃいけないんで。ただですね、リサーチがないぐらいの記事、あるいは自分の知識だけで書ける記事だったら3000文字ぐらいブワーって書きたいですよね。っていうか、リサーチ以外の業務は早くしておきたいですよね。そんな方に爆速化テクニックをお伝えしたいと思います。で、収入源の作り方概要欄にあります。ブログ相談サポートやってます。そしてメルマガもやってます。メルマガは3ヶ月で収入源を増やすメルマガで、まあ、いろんな収入源の作り方がどんどん配信されてきますんで、まあ、好きなやつをやってくださいということですね。まあ、自分に合ったものが大事なんでね。はい。自分に合ったものを探すという意味では、かなりいいメルマガになっていると思います。で、高速化するには順番がありますということで、ワードプレスでいきなり記事を書いていくとですね、まあ、なかなかスピードアップしません、正直。なぜかというと、リサーチもしなきゃいけないし、まあ、キーワード選定もしなきゃいけないしっていうんで、そういう作業をずっとしてると、なかなか高速化しないんですよ。で、大事なのはまとめて作業することなんですね。例えば、キーワード選定でもそうです。キーワード選定やるんだったら、一日中やってください。一日中。要は、キーワード選定1記事分して、あ、見つかった、記事書こうって。で、記事書きます。タイトルつけます。見出しつけます。本文書きます。こういう書き方をすると早くなりません。早くなりません。キーワード選定やるんだったら、一日中キーワード選定してください。で、そのキーワード選定まで行ってない方、タイピングとかね、あるいはワードプレスのショートカットキーとか、まあ、そういうのありますけど、そういうのを一日中まずやってください。ショートカットキーを一日ずっと覚えてください。これが重要です。これが重要です。分けてやるとなかなか覚えません。なぜかというと、いろんなことを覚えなきゃいけないんで、もう覚えきれないんですよ。で、忘れちゃうっていうことなんで、ショートカットキーを覚える日は、ショートカットキーを一日中覚えまくってください。タイピング練習は、まあ、1日5分とかでもいいです。タイピング練習はそんな1日やる必要ないですけど、まとめて作業するっていうのは大事です。で、まあ、最初の1週間でやるべきこともお伝えしますと、まず1日5分だけでもタイピング練習、そしてワードプレス高速化スキルを勉強するということですね。で、記事を書く前にショートカットからということで、ショートカットキーっていうのがあるんですね。これめちゃくちゃ重要です。で、記事を書く前にもう準備というか、もう覚えておきましょうということですね。で、歩いて名古屋に行くのか、新幹線に乗るのか、これぐらい違いがありますから。もう成果に直結します、ぶっちゃけ。もうどんな、まあ正直いろんなスキルありますけど、SEO とかキーワード選定とか、どんなスキルよりもショートカットキー大事ですよね。入力スピード、もうそれぐらい大事です。ライターでも稼げるようになりますからね、ショートカットキーやると。もう何でも稼げるようになります。リサーチも早くなりますし、もうすべてはショートカットキーから始まると言っても過言ではないです。では、具体的な手順いきます。やるべきこと、タイピング練習ですが、まあ、寿司だっていうなんかゲームがあるんですよ。で、まあ、いろんなゲームあるんで、何でもいいんですけど、寿司だのおすすめコースができるようになったら、まあいいかなというふうに思います。で、これで、ある程度キーワード、あ、違う、キーボード、使い方とかでググっていただくと、なんか適切な手の位置とかね、 こうやって打てみたいな、そういう記事があるんで、まあ、それを見ながら、なんかね、指を置いていただいて、で、寿司でやっていただければと思います。で、ごめんなさい、誤字がありましたけど、完璧である必要ないんですよ。ある程度でいいんで、完璧じゃなくていいです。ある程度やって、おすすめコースがなんか打てるようになったら、もうそれで十分かなと思います。もう結構難しいですよ、おすすめコース。初心者の方は難しいと思います。もう慣れてる方だったら全然いけると思いますけどね。まずおすすめコースをバン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 叩いていってください。で、ショートカットキー。これはね、本当覚えてください。人生変わります。人生変わります。もうブログの成功を左右しますね。します。SEO 対策なんかよりも断然左右すると思います、僕は。で、ワードプレスの操作できたこできた方がいいこと。これもお伝えしたいと思います。まず文字装飾。かっこショートカットですね。ショートカットでやらないとダメです。文字、赤字、太字、赤字とか。でも赤字の場合はね、ちょっとできないことがあるんであれなんですけども、太字とか、まあ、基本太字ですよね。で、斜めの文字とかもできるんですけど、もうそんなのやらなくていいと思います。それよりも時間が大事なんで、もう太字と、ちょっとなんか傾向が使えればぶっちゃけ十分ですね。ない場合、ごめんなさい。載せた。で、次、ブロックの装飾ですね。1週間で暗記できます。これはすごい重要ですね。文字の装飾よりこっちが重要。これですね。で、高速でできるようになりますから、誰でも1週間ぐらいで。ですけど、大事なのはまとめて作業するということ。装飾を覚える日を作ってください。ちょっと面倒かもしれないですけど、まあ、1日もいらないですね。まあ、正直何時間かである程度覚えるんで、その装飾だけを覚える日を作って、やった方が、まあ、後々トータルで見たら早く書けるようになります。これ覚えずにずっとやっちゃうと、例えば3000文字書くのに5時間かかったりとかしますね。そんな感じですね。なので、早く覚えた方がいいということです。で、この前に、
じゃあ早速執筆画面なんですけど、まあこんな感じですよね、ワードプレス。これはスウェルというワードプレステーマを使ってまして、まあ有料なんですけど、コクーンとかでもまあ基本的には一緒です。で、まあ、あーっとできますね。で、見出しを作ります。この辺のショートカットキーをまず、作るということね。で、見出しさん。で、吹き出しをまあうまく作ります。こんな感じで作っていますね。で、まあこれぐらいの感じで記事を作っていくわけですけど、で、記事はショートカットを使いましょうみたいな。で、スペルの場合は、この太字にして、右下でね、この辺でいじくるんで、これはショートカットキーないんで、まあ、こんな感じでいじっていけばいいんですけど、はい。こんな感じで打つと。で、ショートカットキー使えるものは使う。例えば画像ですね。画像はこうやってできるんで、まあ、こんな感じで入れましょうと。ね。まあ、今回は今、すでに作ってる画像を入れましたけど、新しく画像を撮ったり、あるいはスクリーンショット。こんな感じでスクリーンショット撮りますと。で、僕の場合はスクリーンショット右下に来るようにもう設定してあります。右下というのはここですね。ここのダウンロードというところに来るように設定します。まあ、どんなやり方でもいいんで、例えばこの全面幅を、この画面を使わないようにして、デスクトップに配置されるようにしてもいいです。はい。なんでもいいんで、とにかく早く、なんていうんですかね、移動できるようにしましょうということですね。はい。で、じゃあワードプレスのショートカットキーどんなのがあるかというと、今、見出し。これですね。この数分だけ見出しになります。で、スペースです。なりますね。はい、これは絶対、まず見出しは絶対これでやってください。ちなみにこれブロックエディター限定なんで、よろしくお願いします。はい。そうですね。はい。見出しは絶対です。で、次、リスト、箇条書きですね。これはこうですね。米印って言ったらいいですか。アスタリスク。名前合ってますよね。これにスペースでできるんで、これも絶対使ってください。はい。で、リストも番号のやつ、1のこれ。これでまたできます。こんな感じで。はい。なリストは絶対、ショートカットでやるようにしてください。こんな感じですね。っていうことですね。で、次に、これが大事なんですよね。このスラッシュボタン。で、スラッシュボタンさえ使えれば、ある程度、普段使ってるのが出てきてくれるんですよね。よく使ってますよって見出しとかリストとか画像とか。はい。出てきてくれるんで、まあ、こういうのを使うときに便利です。まあ、スラッシュは絶対使えるようになってください。で、まあ、ここに出てこないものは、こう、文字を入れれば出てくるんですよね。例えば、HTML を入れたり、HT と入れると、1個出てきます。スラッシュの後に入れるだけです。例えば、画像でもそうですね。こうやって入れると、画像だけになると。まあ、ちょっと、画像じゃないやつも出てきますけどね。画像関連のものが出てくるという感じです。まあ、一応、リストもできるんですけど、こうやって。スラッシュの後にリストで、リストはできるんですけど、まあ、リストはさっきのショートカットキーがあるんで、そっちの方が早いですよという話ですね。はい。まあ、あと何使いますかね。どんなの使いますか、皆さん。テーブルは表ですね。こんな感じです。はい。このスラッシュは絶対に使っていただきたいなと思いますね。ボタンもありますね。スウェルボタンってのがあります。で、この各名称をまず覚えなきゃいけないんですね。ある程度。で、使っていくとある程度は覚えますけど、覚えてないっていう方は、まずここで、プラスボタンの全て表示で見れるんで、この名称を覚えていった方がいいです。はい。まあ、使うのって結構限られるんで、全部覚える必要ないんですよね。はい、なので、よく使うものだけ覚えていくということですね。まあ、スウェルはかなりいっぱいありますけど、まあ、全部は使わないです。はい。なので、このショートカット機はまず覚えるということが大事です。で、特に、先ほどの見出しと、これと、まあ、覚えていってくださいということですね。で、下書き保存ですけど、まあ、僕 Mac なんで、コマンド S ですね。で、できますんで、こう。これいちいちここに持っていかないというのは大事ですね。この下書き保存までこう、マウスを持っていったりしないということです。コマンド S でできます。で、Windows の場合はコントロール S だと思います。はい、ごめんなさい。僕 Windows 持ってないんであれですけど、コントロール S でいけるはずです。はい。で、まあ、下書き保存は結構ね、ショートカットキーを使った方がいいですね。はい。で、あとなんですけど、この Google Chrome とか Safari とかを使うときに、このタブ移動、Mac の場合はコマンドと1、まあ、1とか2とか数字ですね。コマンド1で一番左の1番目に移動します。2で2番目、3で3番目っていうのに移動できます。で、新しいタブを開くはコマンド T で開けまして、コマンド W で閉じる。コマンド。これは動画の概要欄に
ショートカットキー載せてますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。まあ、そのショートカットキー、その記事のショートカットキーさえ覚えてしまえば、まあ、正直、あとは覚えなくていいです。その載ってるやつを確実に覚えるっていうのが大事なんで、ぜひ利用してくださいということですね。はい、で、コマンド S で保存しましたという感じですね。これぐらいで使えると結構楽です。私もね、すぐ使えて。キーの感じで、いい感じに作成できた。あと、大事なのは文字消去ですね。×ボタンとかではなくて、コントロール、マークの場合、コントロール H とか、これで消せますし、コントロール A で文字の頭、コントロール E で後ろ、で、コントロール K で右側消せるとか、まあ、そういうのもあるんで、文字消去に関するショートカットキーも覚えてください。はい、で、このエンターキーですね。エンターキーってありますよね。これですね。はい。まあまあ、使ってもいいですけど、この文字の消去の×とかは、もうできる限り使わない方がいいですね。はい。できる限り使わない方がいいです。だから右上にちょっと遠い位置にあるんで、いちいち手を動かさなきゃいけない。それが結構大変なんで、基本的にはそれを使わないということですね。アリガートを。で、コントロール A で、まあ、こうやって、この、全部今あれですよ。×ボタン使わずにやります。こんな感じで、で、こうやってちょっと、これも右とか矢印を使わないで、ショートカットキーあるんですよ。この右矢印でこう動かすんじゃなくて、ショートカットキー、コントロールと F とか、コントロールと B なんですけど、Mac の場合は、こういう一文字動かしたりできるんで、こう、あと上の行にこう移動したり、はい、できるんで、この上ボタンとか下ボタンをこう、説明が難しいですけど、上ボタンとか、下矢印とか、こういうのを使わないってことですね。はい、ショートカットキーでやった方が、手の動かす範囲が狭くなるんで、早く入力できます。はい。なので、ぜひ慣れていただきたいなと思います。で、この辺ができるとですね、すごく早くに執筆できるんで、ぜひね、爆速化してみてください。で、まずその前に、まあ、タイピング練習ですね。スシダをお勧めしてますんで、まあ、ぜひやっていただければ、1時間で3000文字ぐらいだったら打てますし、まあ、ライターだったらね、1時間で3000文字打てれば、文字単価1円でも、もうね、時給3000円ぐらいに、まあ、見直す、ね、最後見直したりしなきゃいけないんで、まあ、実際は3000円無理ですけど、でも、いけるわけですよね。うん、なので、文字を執筆する、まあ、打ち込むスピードっていうのは、すごく重要になってきます。はい。っていう感じです。概要欄のショートカットキーをぜひ1日、2日で覚え切って、ブログを書いていただければ、爆速的に速くなりますので、ぜひね、先に、ショートカットキーとか覚えていただきたいと思います。で、他にあるといいものっていうんで、ディスプレイですね。これはかなりいいですね。僕の部屋のこれなんですけど、右下に。まず、パソコンの横に、これテレビなんですね。テレビを、まあ、昔はテレビでしか使ってなかったんですけど、今ちょっとパソコンのディスプレイとしても、テレビとしても両用、二刀流ですね。はい、をしていますということですね。で、これ、本当にあった方がいいですね。本当にあった方がいいです。本当にあった方がいいです。本当にそれは言えますね。なので、まあ、もし用意できるんでしたら買ったり、まあ、テレビを流用したりっていうのは結構いいかなというふうに思います。これは本当に人生変わるレベル、ショートカットキーと同じぐらいちょっと変わるレベルですね。で、ディスプレイももうちょっと多い方が本当はいいですね。はい、僕はまだ1個しかないんですけど、まあ、タブレットでたまにね、パソコンの画面映したりしますけど、まあでも、ディスプレイ大事です。で、あとパソコンの基本性能を把握しておくということで、例えばスクリーンショットが撮れるとか、パソコン撮れますんで、そういうのを撮ったりとか、まあ、そういうことですね。はい。で、それ以外は別に覚えなくてもなんとかなるかなと思います。この今の動画で紹介したことだけをですね、完璧に覚えて、完璧にやれば、別に他はなんとかなるかなというふうに思っています。なので、ぜひ、覚えてくださいということですね。まず暗記が鉄則です。記事内容を無視でどんどん覚えましょうということで、まあ、ブログを始めてすぐの方とか、記事執筆にやたら時間かかっちゃうとかいう方は、まず、このどんどん記事を書いていきます。で、まあ、内容、まあ、記事の質が、まあ、大事なんですよ。大事なんですけど、最初は覚えることが大事なんで、はじめましてみたいな、初心者の方だとこんな感じですかね。今回はみたいな。良かったものを紹介しますみたいな感じで、まあ、文章始まって、まあ、こんな感じで見出し書きますね。
で買ってよかったの。まあ、こんな感じで、で見出し3を作って、1みたいな、こういう感じで初心者の方は書くんじゃないかなと思うんですけど、いいですよ、よく書きやすい記事でいいんで、練習していただければと思います。で、1位、2位、3位が来て、まあ、1位は、まあ、まるまるみたいな。で、理由は、みたいな感じですよね。で、2位は、2位はまるまる。で、理由は、まあ、こんな感じでできたら感謝ね。で、ここに画像を入れたい場合は、画像を、まあ、このまま、こう画像と打ってもらってもいいですし、ここから引っ張ってもらってもいいんですけど、とりあえず、まあ、こうやって、こんな感じの記事を書いていく。で、絶対条件は、ショートカットキーですね。これは絶対条件ですね。はい。はい、絶対条件です。ショートカットキー使ってください。ショートカットキー以外は使わないでください。逆に、もう制限プレイです。制限プレイ。ゲームの制限プレイとかありますけどね、そんな感じでやっていただくというのがいいと思います。で、これを、まあ、何日かやったら、だいぶ覚えてきますんで、まあ、そうすると、本当に記事執筆が早くなります。はい。で、基本的に、マウスを動かしてやる操作に関しては、ほとんどショートカットキーが用意されていると思ってください。はい。なので、普段やっている操作。操作には、すべてショートカットキー。ありますという感じですね。なので、疑いましょう。自分の作業をまず疑って、ショートカットキーを。これが大事ですね。はい。こんな感じで文字を打っていくということですね。はい。スウェーデンだったらこんな感じで打っていきます。まあ、他の国運でも全然使えますので、ショートカットキーは使えますので、ぜひやっていただきたいと思います。はい。で、まあ、一通り暗記しましたら、まあ、ブログ記事を普通に書いていっていただければいいと思うんですけれども、まあ、最初からね、いい記事を書こうと思ってリサーチしたじゃないですか。で、ショートカットキーを覚えてないと、リサーチの時間もかかっちゃうんですよ。例えば、そうですね、まあ、ブログで稼ぎたいと思って、ブログで稼ぐみたいなキーワードで検索するとするじゃないですか。で、その時もショートカットキー知らないんで、時間かかっちゃうし、新しいタブを開いたり閉じたりするのも、なんか、この一番左上をこう押したりしなきゃいけないんで、まあ、時間かかっちゃいますよね。例えば、これサファリですけど、まあ、ここまでこう持っていかなきゃいけない。こう持っていって、閉じるときは、ここに持っていかなきゃいけない。例えば、検索して、ブログで、こんなふうに検索したら、消すときにここまで持っていかなきゃいけないですね。この移動距離を、比較したいんで、フォーカスを、まあ、こう入力して、すぐ消せるように、こうやって、新しいタブを開いて、ブログで稼ぐと。検索して、まあ、いろんな情報を見てもパシッと消すという感じにしておきたいわけです。で、そうするとリサーチが早くなるので、結局、トータルで、まあ、最初ね、記事書けなかったとしても、だんだんスピードが上がってきて、まあ、爆速で記事が書けるようになるという話です。はい。で、まずはスピードを上げ切ってください。はい。ということです。で、まとめです。スピードアップが優先なんで、今、記事を頑張って書いている方で、初心者の方は、まず、寿司だ。っていうのがあるんで、まあ、寿司だと Google で打ってください。そうすると寿司だ出てきますんで。これですね。寿司だ、なんだこれ。ニュートラルタイピングですか。合ってます。こうですね。で、出てくるんで、ぜひこれを練習してください。まあ、普通に文字打つだけなんでそんな難しくないです。で、次、ワードプレスを最速で使う。タイピング練習はまず1日5分はしてください。まあ、本当はもうちょっと長い方がいいですけど、まあ5分ぐらいでもだいぶ効果あると思います。で、その次に、ワードプレスを最速で使うっていうんで、ワードプレスの管理画面に行っていただいて、で、ここで今言ったような見出しとか、見出しとリストと、あとこのスラッシュ、この3つぐらいは、ぜひ使っていただきたいと思います。あと太字ですね。太字も使っていただきたいと思います。あと、まあ先ほど言った、この記事、文字削除とか、このコントロール A で一番最初にこう移動するとか、で、コントロール E で最後に移動するとか、こんな感じで、すぐカーソルを動かせるようになっていると、まあ、楽かなと思います。はい、Windows の方はごめんなさい、記事を見ていただくか、まあ、調べていただくということになります。はい、で、まあ、全部は覚える必要ないです。でも、限られたものを確実に覚えてください。例えば、そうですね、30種類、ショートカットキーが。あったとします。30種類。で、それを全部覚える、まあ、うやむやに覚えるよりは、10種類を完璧に覚えてください。はい、少ない数を完璧です。これが大事です。はい。少ない数を完璧。いっぱい
覚えようとしない、まあ、ブロガーさんだといろんな情報があって覚えきれないみたいな方がいらっしゃるんですけど、そうじゃないんですよ。30個情報があってうやむやに覚えるよりは、覚えるんじゃなくて10個でいいんで、まあ、あるいは5個でもいいんで完璧に覚えてください。そっちの方が断然重要です。はい、なので、ぜひね、少ない情報を完璧に覚えるというのを意識してやっていただければと思います。そうしたら、まあ、覚える量がだんだん増えていくんで、まあ、最終的にはスピードアップできますし、人生が激変するということです。これ、まあ、ブログ、まあ、つまんない話ですけど、正直キーワード選定とか SEO とかの話に比べると。ただ、まあ、正直ここができてない人で稼ぐっていうのは結構難しいです。はい、難しいです。で、まあ、これができたらライターでも楽勝で、時給2、3000円いけますし、文字単価1円でもいけますし、文字単価2円とかだったらもうやばいですね。なので、ぜひやっていただきたいと思います。まあ、セロリとかね、動画編集やる人も、ね、パソコンに文字を打ち込まないなんていうことはないわけですから、まあ、ぜひ覚えていただけたらと思います。はい。この竹の収入源を10個作るチャンネルは、チャンネル登録するとなんと10個の収入源が手に入るかもしれないっていう話ですね。なので、概要欄に収入源の作り方ありますので、ぜひ見てみてください。メルマガも無料です。ということで、今回以上です。ありがとうございました。